アンリエット・フェリシテ・タサエールはドイツで活動した肖像画家であるパリで生まれた。父親のジャンピエール・アントワーヌ・ダサエールはアントウェル・ペン出身の彫刻家で、母親はフランス人のミニアチュール画家のマリエドメ・モローであり、母親から絵画を学んだ。1775年に父親がプロイセン王国の宮廷彫刻家になるため、家族はベルリンに移った。 ベルリンで、父親の同僚のベルリンの美術アカデミーの画家、ヨハン・フリッシュや、アントン・グラーフ、版画家のダニエル・ホドビエツキラに学んだ。国王フリードリヒ2世の肖像画も描くようになった。ドレスデンでの修行を望んだが、国王は許可を与えず、国王が亡くなった後、1787年に、ドレスデンに6ヶ月滞在し、女性パステル画家、ディングリンガーの屋敷で学び、 ドレスデンの美術館で巨匠たちの作品を模写して修行した。ベルリンのアカデミーに作品を送り、名誉会員になった。1788年に父親が亡くなった後も、宮廷から報酬を与えられた。1816年までアカデミーの展覧会に出展した。1792年にフランスの法律家と結婚した。アブライグやパステルで多くの肖像画を描いた。 ありがとうございます。